ハローめぐっぺです。今年ももう11月、ちょうど去年の今頃はニューヨークリベンジ旅をしていました。早いものでもう1年経ってしまいました。そこで今回は去年のニューヨークリベンジ旅を振り返ります。はい、今回は去年のニューヨークの旅を振り返ります。今年も旅に出たい出たいと思いつつ、まだ実現できていないので弾みにしたいと思います。さて旅ですが、皆さんは普段どんな旅をしますか？私は普段あまり旅の細部を事前に決めるということはしません。日本で仕入れた情報って実際現地に行ってみたらもう古くなっているということもありますよね。私も楽しみにしていたのに実際に行ってみたらお目当ての場所がなくなっていたということもありました。なので最近は現地に行ってから現地の人がよく行くという場所を教えてもらって行くということが多いです。そもそも私自身は派手な観光地巡りとかショッピングというよりは、自転車に乗れるトレイルを探したり、パーツのお店に行けるという方が楽しいので、時には地元の人ですら知らない場所を探していくということもあります。オーストラリアに行った時もごく一部の人しか知らないバイクパークを探し出して貸し切り状態で遊んだということもありました。こんな調子でいつも急に思い立って旅に出ることが多いです。その方が決まった枠ではない新しい出会いがあるので、私自身には合ってるような気がしています。で、ニューヨーク、去年のニューヨークの旅はリベンジの旅でした。初めて行った時急に雨になったんですが、傘を持っていなかったのでほとんど何も見られずに帰ってきたという苦い思い出があったので、次に行く時はゆっくり見ようと思っていました。前回はしっかり雨対策をしていたということもありましたが、全体的にはいいお天気だったので毎日よく歩きました。ニューヨークと聞くと以前は大都市っていう印象が強かったんですが、最近は大阪の街中にも行く機会が増えたこともあって、もちろん大小差はありますが、街に行くっていう感覚には慣れたせいか、こう以前のようなおのぼりさん感覚というのはあまりなかったように思います。念願のニューヨークでしたが、他の場所の旅と同様にザ観光というのは少なめで、宿泊先近くのハドソン川沿いの公園を歩いたりとか、セントラルパークに行ってみたり、あとは近所の美味しいベーグル屋さんを探すといったようなのんびりしたものでした。なぜかニューヨークに着いた途端携帯電話の電波が入らなくなって、現在地情報だけを頼りに移動するというような珍道中にはなったんですが、思った以上に地下鉄が使いやすかったのでそれほど不便はありませんでした。鉄子までは行かないものの、電車好きの私としてはこうニューヨークの地下鉄も日本の IC カードのようなものがあったというところが萌えポイントでした。日本に帰る前にワシントンに移動した時もスイカのような IC カードで電車にもバスにも乗れたので、日本の生活とほとんど差がないなと感じていました。旅といえば観光というのもありですが、こういう現地の何気ない生活のワンシーンが見られるのが私は一番好きです。今後はまたアメリカにも行きたいんですが、ヨーロッパにもいくつか行きたいところがあるので、次に行ける日を楽しみにしています。ということで今回は去年のニューヨークの旅を振り返ってみました。私にとっての旅は新しい自分に出会えるものでもあり、行く先々での出会いや発見が楽しみなものでもあり、また自分の英語力をチェックする場でもあります。あなたにとっての旅はどんな存在ですか？めぐっぺでした。またねー。